アドマイア富士は日本の元競争馬。馬名の由来は冠名のアドマイアと富士である。母は貧乏ながらステイヤーズ・ステークスの2着馬。一歳上のハンガーには交流 G1 全日本二歳優秀の勝馬、アドマイア・ホープである。7月11日の新馬戦で竹豊を背にデビュー。一番人気はペール・ギュントに譲って二番人気でレースを迎えたが、後方から 見事な末、足を見せて勝利。この新馬戦は、結果的に3着だったペールギュントや、8着のシルクネクサスなど後に出世する馬が多いハイレベルな一戦だった。決闘的に成長が見込めることから、夏場はデビュー勝ちのみで休養に入った。クレノホープフルステークスで復帰したが、0.1秒差で、エキゾーストノートの3着となり、2歳を終えた。1月9日の冠畜賞では、 叩き2戦目ということもあって1.7倍と圧倒的な一番人気に支持された。しかしレースでは先に抜け出したシーザリオに首差破れ2着だった。続く、キサラギ賞でも一番人気に支持されたが、混合力士用に破れ3着と賞金を加算できなかった。しかし若葉ステークスは一番人気に応え、シックスセンスらを尻けてクラシックの権利を確保した。本番の賞では、 武豊が早くからディープインパクトへの帰場を決めていたこともあって、福永祐一に乗り代わりとなった。レースでは8番人気と人気を落としたが、後方から堅実な末、足を見せて5着に入った。サ月賞で4着までに入ることで与えられる、東京優秀の優先出走権は得られなかったため、ここで陣営は本番の前にもう一戦、京都新聞杯を使うことを余儀なくされる。 レースでは、後方から足を伸ばしたが、サ月賞に出ていなかった新生インティライミの3着に、敗れてしまった。結局東京優秀の出走権はアドマイア富士にも、与えられたため、その後、再度関東に遠征、京都新聞杯の内容から9番人気と、サ月賞以上の人気の盲点となったが、集団からレースを進めて、ディープインパクトの4着と検討し春を終えた。秋は、 賞金の確保を目指し、ディープインパクトらの出走する神戸新聞杯を避け、柴田義富に乗り換わって、セントライト記念に出走。しかしレースは、最後方からの厳しいものとなり、出走場中最速の上がり3回34.4で追い込んだが、4着と賞金のみならず、またも優先出走権を逃してしまう。再び、福永を背に迎えた。 喫下賞も出走は叶ったが、相手も悪く、距離も長かったため、6着と、初めて掲示板を外す結果に終わった。堅実に走るものの、どうにも過ちに見放された形になっていたが、その後11月20日のことステークスに出走し、今までにない積極的な先行作でスイフトカレインと、ラオ相手に勝利、オープン馬となって、年を越すこととなった。 正月を旧社で過ごして出走した日経新春杯では、再び、スウィフトカレントや、故障明けのインティライミラとの対戦となった。ここでも、前奏で見せた先行からの抜け出しを披露し、自身初の連勝で、待望の重傷初勝利を挙げた。しかしその後、胸椎とゲ突起骨折を発症し、春から夏にかけて休養することになった。復帰戦は翌年との話もあったが、結局、 竹幸四郎に乗り換わって、第51回、有馬記念に出走。クラシックで苦敗を舐めた、同期のディープインパクトの引退レースでもあり、14頭立ての12番人気だったが、後方からのレースで発着というまずまずの結果を残した。前走のレースぶりから連覇を期待された、日経新春杯では一番人気に支持された。前年同様中断より前からの積極的な競馬を見せたが、 この年は、サイレントディールが会長に飛ばしたこともあって、先行場には苦しい流れとなる。最終的に勝った東海ワイルドから0.4秒差の6着という結果に終わった。このまま賞金が加算できなければ G1 出走が叶わなくなるため、自走はハンデ戦のダイヤモンドステークスに出走。メンバーは手薄であったが、 手薄なだけに1年以上未勝利の本場が57.5キロのトップハンデを背負うことになった。レースでは3番人気に支持されるも最後は足も上がってしまい13着となった。一息入れて挑んだメグロ記念では筋量も0.5キログラム減り57キログラムでの出走となった。6番人気ながら花に行く構えまで見せる2番手からレースを進めポップロックの3着となり 復帰後初の掲示板を確保した。ただ、賞金不足はどうともしがたく、登録した第48回宝塚記念も、賞金不足で当初は出走はできない見込みだった。最終的に、スイープ投票が回避したため、最後の1枠に滑り込む形で出走した。レースでは13番人気ながら、直線ではよく伸び、アドマイアムーンから0.5差の4着に入線。 実力が衰えていないことを示した。夏場に、課題の賞金を確保し、秋の G1 戦線に挑むために、自走には間を置かず函館記念が選ばれた。57. 5 7 5ラムのトップハンデだったが、レースでは一番人気に押された。しかし函館記念3連覇のエリモハリアーの4着に、敗れ、またも、賞金確保に失敗した。さらに同じく北海道で開催される札幌記念に、 出走を予定していたが、馬インフルエンザ騒動により開催が中止となり、ローテーションまで狂ってしまった。札幌記念自体は9月2日に行われたが、新潟にサイステークスなどと日程が重なった関係で、上村博行に乗り換わり、9着に敗れた。その後国内の G1 レースでは、賞金の不足が見込まれたことから、一旦は、第一希望香港バーズ。 第2希望本コンカップにそれぞれ予備登録を行い、海外遠征を目指した。しかしこれも馬インフルエンザの余波で調整が難航し、回避することになる。調整自体はその後も順調に続けられ、年末には、ナルオ記念に出走。5番人気だったが、初起場の川田昌宮火の手綱に導かれ、同馬種のアドマイアオーラと同着の3着となった。その後第52回。 有馬記念に登録を行っていたが、回避している。有馬記念を回避して、照準を合わせた1月5日の中山金牌では、57. 5 7 5ラムを背負うことになった。前走に続き、川田を背に3番人気で出走した。レースでは楽に先行し、直線で悠々と抜け出して、勝利を挙げた。約2年ぶりの勝利を、重賞に勝明で飾っている。この後、 1>, 1月22日に締め切られたアジアマイルチャレンジのシリーズ登録を行っている。続いての京都記念では、前年のナルオ記念で到着だったアドマイアオーラに敗れ、2着となった。その後の阪神対賞天では2番人気に押されたが、同馬種のアドマイアジュピタから離された6着だった。続く天皇賞では、同馬種のアドマイアジュピタ、アドマイアモナーク、アドマイアメインの4頭と、 揃って出走したことで話題となった。本場は前走の敗北もあって、その中でも10番人気と人気が落ちていた。レースでは直線内外から追い上げ、5着に入っている。その後一息入れて、2年連続となる宝塚記念に出走した。ここでも9番人気と評価はかんばしくなかったが、勝った栄心デピューィから0.5差の6着となっている。レース後は放牧に出されることとなった。 夏場を休養に当て、秋は毎日王冠から指導した。ウォッカをはじめとした人気場が揃ったことで、人気は10番人気と振るわなかった。しかし先行してよく粘り、スーパーホーネットの3着に入っている。本番の天皇賞でも先行したが、ウォッカから0.8差の11着に敗れた。その後は、ダートの調教での動きが良いことから、初のダート戦となるジャパンカップダートに出走した。 しかし、ここでは砂を被ったことで3コーナーから交代。勝った金引きりから3秒以上離され、ブービーの14着に敗れることとなった。1月4日に、前年に続いて、中山金杯に出走した。ここでは、実績上位でもあり、朝香リフィートと並ぶ、トップハンで 58kg を背負うことになった。レースでは先行して2番手につけると、最後の直線で抜け出し、 山人キングリーの追走を抑えて一着となった。この中山金杯の連覇により、重賞三勝目を挙げた。なお、同馬の重賞価値は、すべて1月志行の重賞競争というチ記録となっている。その後、3月1日の中山記念に出走したが、最後の直線の攻防で、カンパニー、ドリームジャーニーに競り負けて三着となった。続く4月5日の大阪杯では、 最後の直線で一旦戦闘に立つ者の足が止まって4着に終わった。その後、初の新潟参戦となった5月9日の新潟大賞展に出走。道中は好意で競馬を進めたが、最後の直線で伸びきれず4着に敗れた。続いて6月28日の宝塚記念にも出走したが、10着に敗れた。休養を挟み、10月11日の毎日の王冠では、 先ンでレースを進めたが直線で後退し6着に敗れた。本番の天皇賞では、後一位層も10着に終わった。明け8歳となった2010年4月24日に、JRA 競争場登録を抹消されることが発表され、28日付で登録抹消、船橋競馬の川島正幸急車に移籍した。地方移籍初戦となった7月2日の、武蔵野オープンでは2着と、 構想したが、続く8月12日のブリーダーズゴールドカップでは7着、9月23日の日本テレビ杯では10着と惨敗を喫した。その後、11月3日の JBC クラシックに出走予定だったが、馬場入場後に故障を発症し競争除外となった。2011年1月24日付で、地方競馬の競争馬登録を抹消された。引退後は、 福島県南相馬市へ乗馬として移動したが、東日本大震災に遭い、千葉県へ避難していた。その後班の女性2乗とされ、出生牧場である北海道浦河町の辻牧場へ預けられている。ありがとうございます。